マツダズームズームスタジアム広島です。広島東洋カープ対読売ジャイアンツ、この試合の模様をお送りいたします。カープの先発は右の遠藤、対するジャイアンツの先発は右の戸郷、この両投手の投げ合いです。さあ、まもなく試合開始となります。ピッチャーを変えてきました。遠藤降板。ここでマウンドに上がったのは戸根。今日2番手としてマウンドに上がります。まずは立ち上がりに注目しましょう。カープ追加点は与えたくないところ。ノーアウトランナー一塁二塁という場面で岡本、今日は三振とキャッチャーフライ。第2球投げました。スライダーボール。第3球を投げました。ストライク。次が4球目、投げた、ボール。第5球投げた、見逃し三振。先ほどツーベースを放っている大城、第1球投げた、ストライク。1球目ストライクから見送ってストライク。これで追い込みました。第3球を投げた、外れた、ボール。さあ4球目、流し打ち、どうだ、掴みました。これでツーアウト、ランナーは1塁2塁、変わりません。第1球投げた、初球決まってストライク。初球ストライクから打ちました、ショート正面、アウト。スリーアウトチェンジ。カープこの回ノーアウト一塁二塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。6回の表が終わって2対1です。同点で迎える7回です。バッターはブリンソン。第1球投げました、アウトコース低めいっぱい、ストライク。まずは入れてきました、インローへ、変化球外れてボール。第3球を投げました、インコース低め空振り。次は4球目投げました、サークルチェンジ、空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。第1球投げました、流し打ち、マクブルーム下がっていった、ヒット。ウォーカー二塁も狙う、タッチはセーフ。ウォーカーツーベースヒットを放ちました。カープピンチを迎えます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。ランナー1人を置いて迎えるバッターは戸郷。第1球スライダー見送ってストライク。さあ次の投球打ちました、フラフラッと上がった、ショート落下点、取りました。これでツーアウト、ランナーは二塁、変わりません。第1球投げました、ストライク。第2球投げた、外角低めいっぱい、ストライク。これで追い込みました、投げた、ボール。第4球を投げた、見逃し三振。リプレイをご覧ください。満員のマツダスタジアム、スタンドからジェット風船が勢いよく舞い上がりました。カープ1点差で逃げ切りました。ご覧のように本日の試合は広島東洋カープが勝ちました。勝ち投手矢崎、負け投手大江、西武栗林でございます。さて本日のヒーローはマクブルーム、本当に今日は大活躍でした。